ども皆さんこんにちは。イッコロのレトロが趣味部屋のイッコロです。駄菓子屋生き物第87弾はこちら、トレーディングコレクションドラゴンボール Z でございます。これですよ、この昔のね、ドラゴンボール Z の昔のカード、これを僕は引きたかったんですよ。魔人ブーとかね、セルの台じゃなくてその前のやつですね。こういうドラゴンボールを引きたかったんですよ。さあそれでは行ってみましょう。これ発売がですね、20年前なんでそこまで古くはないんです。はっ、はー、これはピッコロさんに修行をつけてもらってるところじゃないですか。ラディッツ、久しぶりに言いましたね、ラディッツ。さあこのスペシャルカードっていうのは、このキラキラのキラキラプリズムではないですけど、なんかこう斜めにシュッと入ってるね。はっ、あ、またこれはまさか、あ、まだラディッツ。これはなんや、ご飯で攻めてくるのか。なにこれ、ご飯で攻めてきてるな、これ特訓のとこばっかやん。はっ、あ、ヤムチャと栽培マン、不運なキャラクターヤムチャ。ん、はい、これこれもしかして裏面をひっつけたら何か完成するみたいなやつ。ちょっと置いとこう。はっ、懐かしいな。あ、これもや。ベジータ、アニメのそのままやね、これ。お、悟空の顔ってことは、これはカメハメハ売ってるとこかな。どこにひっつくんや、わからん、全然わからん。はっ、あ、ベジータ向かってるとこですね、地球に。あ、これもや、どうひっつくんや、これは。あ、こうや、こうか。ってことは、え、違うな。はっ、あ、クリリンです。あ、これじゃない、太陽拳の頃の悟空がこの絵なんじゃない。あ、こう、こう、は、え、こうやんな。あ、こうか、こっちね、こうや。よしよし。はっ、あ、これってオープニング？よしやな。はっ、あ、チチと牛を、よしやな、後ろは。はっ、あ、来たー、来ました、ラディッツと悟空。いやー、これは書き下ろしなんかな、スペシャルカードだけは。でも鳥山先生は書いてないよね、これ。いやいや、久しぶりに正統派の、正統派やで、ラリッツ&孫悟空。おほほ、ほ、あ、これもオープニングかエンディングじゃない。あ、ありましたね。ってことはこれがこうか、全部で6枚ぐらい。これどうなる、あ、これこうや、なるほど。あと1枚、あと1枚で揃います。これは誰と戦うときかな。あった、揃いました。早くも太陽拳の悟空が揃いましたよ。年で角が揃えられ角が揃えられ、よし、もう揃ったね。他ないんかな、これ。ほら、ラディッツに戦いに挑むとこかな。ナッパ、はい、久しぶりやな、久しぶりやな、ナッパ。はっ、あ、ラディッツ、髪の毛が、髪の毛こんな多かったっけ。ラディッツってこんな髪の毛あった、あったわ。ベジータ、はじめね、ベジータなんかチンチクリンやったんですけどね。はっ、あ、これはラディッツがカメハウスに来たとこじゃない。うん、ピッコロさん。はっ、ん、神様。あ、まだある。第2弾ありますよ。しかしこれ、揃わんのじゃないかな、もう、枚数が。はっ、あはジョー、明日のジョーみたいになってますけど。これね、魔弾光殺法で貫かれた時じゃないですかね。あ、ありました。連続、裏連続。さ
さあ、この裏は果たして揃うか。ハッ、なんとさっとね。お、連続です。これはハッ、三国札幌のピッコロさん。お、お、来ました。裏面。あ、こうや。あ、やっぱこうや。これ誰や。これはどっちや。これラディッツか。ハッ、僕とご飯。あ、違った。あ、一緒やないか。悟空とご飯。あ、悟空。ピッコロさん。あ、来た。来ました。あと1枚で裏面が揃います。来ました。ラディッツ。ご飯、時短状態です。突進する前だな。ラディッツに。あ、やむっちゃ。これは合わへんってことは裏面のがまだあるな。これは合わない。ほっしょ、ほっ、おいしゃ、ほっ、かぶり、ほっ、おー、シェンロン、シェンロンが降臨。かっこいいやー。キラ2枚目ゲットしました。いいですね、この変わった感じのキラ感が。あと3枚、あと3枚でここ完成するか。悟空からのラディッツ、閻魔大王からの、あー、揃った。ラスト2枚で揃った。見ました、ピッコロ、悟空、ご飯にラディッツ。かっこいいな、この裏面は。これ楽しいな、裏面揃えるの。しかも揃ってくれるからいいね、これ。はい、ラスト1枚、様からの何もなし。はい、ということで終わりました。駄菓子屋87段、ドラゴンボール Z 表紙を合わせてキラがなんと3枚。うん、どれもいいですね。最近変な卑怯のしか引いてなかったからいいですね、こういう正当派な引き物は。そして裏面ですよ。裏面がですね、海洋拳を使ってる悟空とラディッツですね。揃いました、2つ。これは嬉しい。あともう1個、2個ぐらいなんか裏面が揃いそうなのありますけども、ちょっとね、1束じゃ無理でしょ、さすがにね。まあでも2つ揃ってくれたんでよかったです。いいですね、これをこう貼って額縁にしたいぐらい。いやー、よかったんじゃないですか。今回の引き物は私はかなり満足してますけども、毎週水曜日やったかな、ドラゴンボールテレビアニメは。なかなかもうフリーザあたりから前に全然毎週全然進まなくなりましたね、アニメもね。それが相当記憶に残っております。さあ、駄菓子屋引き物第87弾、トレーディングコレクションドラゴンボール Z でございました。それでは皆さん、今回は多分、小話はないです。それではさよなら。都市で角が揃えられ角が揃えられ。よし、おー、揃ったね。他ないんかな、これ。ほっじゃーん、ほっ、あ、聞いた、気がした、ラディッツと悟空。いやー、これは書き下ろしなんかな、スペシャルカードだけは。でも鳥山先生は書いてないよね、これ。ほっ、あー、シェンロン、シェンロンが降臨。かっこいいやん。キラ2枚目ゲットしました。はい、裏面がですね、海洋拳を使ってる悟空とラディッツですね。揃いました、2つ。これは嬉しい。あともう1個、2個ぐらいなんか裏面が揃いそうなのありますけども、ちょっとね、1束じゃ無理でしょ、さすがにね。まあでも2つ揃ってくれたんでよかったです。いいですね、これをこう貼って額縁にしたいぐらい。いやー、よかったんじゃないですか。今回の引き物は私はかなり満足してますけども。